放送席、放送席、そしてタイガースファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは3人です。今シーズン10勝目を挙げました村上投手、そして貴重なソロホームラン18号佐藤輝明選手、そして今シーズン節目の30セーブ目を挙げました岩崎投手です。まずは村上さんからお話を伺います。今シーズンの10勝目を手にしました。今率直にどんな思いですか？とても嬉しいです。今日は2位カープとの直接対決でした。どんな意識でマウンドに上がっていましたか？先制点上げないようにっていうのを目標でイメージして上がりました。はい、相手投手も好投手の徳田投手との投げ合いでしたが、テンポのいい投球だったかと思うんですが、そのあたりはいかがですか？いや、アイブラック兄弟が2点取ってくれたので、まあ、投げやすくなりました。はい、アイブラック兄弟、森下選手と佐藤輝明選手のホームランもありました。ご自身8回途中1失点という投球内容、振り返ってみていかがでしょうか？最後粘れなかったのでちょっと悔しいですけど、島本さんと岩崎さんと本当につないでくれて本当に感謝です。打線の援護、リリーフ陣の援護もありまして、自身もちろん初の2桁勝利、目標の一つでもあったかと思いますが、改めてこの点どうですか？いや、目標にしていたので、まあ、達成できたことは嬉しいですし、でもまだまだ試合は続くので、もう一度気を引き締めてやっていきたいと思ってます。では次回登板に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。もっともっと熱い声援をよろしくお願いします。まずは村上頌樹投手にお話を伺いました。続きまして貴重なソロホームラン18号を放ちました佐藤輝明選手です。ナイスバッティングでした。佐藤さん、あの打席ですが、どんな意識でバッターボックス向かいましたか？いや、まあ相手の床田投手もすごいいいピッチャーなんで、どんどん振っていこうと思って、打席に入りました。ワンストライクからの2球目、打球はバックスクリーンに入りましたが、ご自身の手応えなどはいかがでした？まあ、今日はいい風吹いてたんで、行くかなと思いました。今シーズンの第18号でしたが、佐藤さん、18号のうち今日の1本で甲子園で10本目の今シーズンホームランとなりました。改めてこの本拠地甲子園でのホームランというのはいかがですか？そうですね、まあファンの皆さんの前で、1本でも多く打ちたいと思ってるんで、今日は最高の結果になってよかったです。ご自身としましても直近5試合で9打点を挙げる活躍、この9月という月、ご自身の調子はどうですか？いい状態です。明日以降もゲームがあります。ではタイガースファンの皆さんにメッセージをお願いします。まだまだ大事な試合続きますけど、もう一回気を引き締めて、戦っていきますので、ご声援ほどよろしくお願いします。佐藤輝明選手にお話を伺いました。そして最後に今シーズンの節目30セーブ目を挙げました岩崎投手です。岩崎さん、今日は9回どんな意識でマウンドに上がりましたか？抑えたくてうずうずしてました。今日もうずうずした中、3人でしっかりと抑えました。そして球団の左ピッチャーでは初めての30セーブ目到達ということになりました。このあたりなどはご自身ではいかがでしょうか？みんながつないできた、ものを最後締めるということで、本当にみんなが頑張ってきたおかげかなと思います。
今シーズンは5月からこの抑えというポジションにつきましたが、改めてこのチームが首位を走る中、マジックも点灯している中、この9回最後のマウンドに上がる気持ち、どんな思いがありますか？いや、何回でも同じです。すいません。いつも通り平常心ということですね。さて岩崎さん、今日勝ちましてタイガースマジックを2減らしまして、マジックナンバーも29から点灯しましたが、これでついに10ということになりました。チームも6連勝です。今のチームの雰囲気どう感じてますか？みんな、目の前の試合を取りに行ってる結果だと思います。では最後に、明日以降のゲームに向けて岩崎さんからファンの皆さんにメッセージをお願いします。この3連戦、一つ取れればっていう方がたくさんいたと思いますが、今日取れたので明日も勝つばい。ありがとうございました。今日のヒーロー村上投手、佐藤輝明選手、岩崎投手でした。放送席どうぞ。